杉隆さんの件にはいあのー、ほら先週この番組でやりましたけども五輪の疑惑の問題でそれこそね元会長の武田が逮捕されるのかどうかっていうね、えーまあ、そういうふうによく、ね、週刊誌とか面白おかしく書いてましたよね。えー、ところが もう捜査、えー、終了ということで、まあ、父の逮捕はなくなったわけなんですでこれはもうなぜかってもう番組でやりましたよねこの贈、ねえー、収賄というのは、まあ、す,すごくシンプルなんですよね、はいえー、まずこれだ2つあってまずお金を受け取ったかどうかこれ1番目ですねで受け取ってなかったら終わりなんですよじゃあ受け取ってたとしましょう それは収賄の意図を持って受け取ったかどうかこの2つが揃うと収賄罪が成立するんですねま,まず1番目受け取ったかどうか2番目収賄の意図を持っていたかどうかこれでもって判断されるで父の場合どうだったかというとそもそも受け取ってなかったんですよ <laughs> いやだからね その人脈の中にいたから絶対もらってるはずだと言われていたわけですねもらってないわけがないってみんなが言ってたわけですよでもいやもらってないんですよ調べても調べても調べても周りに聞き込んでももらってないんですよはいだからすごくシンプルなんです もらってたとしたら意図があるないってこれ、内面の問題ですからちょっとややこしいですけどもらったかもらってないかって言ったらもうこれ、も明らかなわけでもらってないんですよだから、本当にもらってない人いたんだっていうねそうなんです世の中にはね、清廉潔白な人もいるわけですはいえところが、上杉隆さんがそのね、ニュースのあと変なことをつぶやいたんですよ えー、なんだっけ上杉隆さん11月10日の投稿で、えー、裏付けできていたたんだが止められた記者クラブシステム恐るべし、まあ、これは武田恒和氏の関与を裏付けられずっていう毎日新聞を引用する形で裏付けできていたんだが止められた記者クラブシステム恐るべし。 まあ、記者クラブというものに対してね、犯行というか、疑問をねいつも、えー、活動、ねえー、でそういう活動をしているのはよく知ってますし、あったこともありますしね、えー、お話ししたこともありますし、そこは知ってますけど、でも、これ裏付けできていたということは、武田は金をもらっていた、しかも、ね、収賄の意図を持っていたというね裏付けができていた、立件できるにもかかわらず、 止められた記者クラブシステムを恐るべしなんかさも、ね、武田会長がね金もらって収賄の意図を持って金をもらったっていうのをね自分は掴んでるんだっていうことですからええー、で私は聞いたんですえそれ根拠あんのって聞いたんですよだら私は答え知ってるわけですね父はお金受け取ってないんですよ答え知ってるわけですから でも上杉さんはいや武田は金受け取ってるその裏付けができてるってわけですね収賄の意図を持ってお金を受け取ったそのね裏付けができてるっていうかいやいやいやちょっと待てと何の根拠でそれ言ってんだって聞いたんですよはいええー、これ一応彼は自称ジャーナリストですからね、えー、そんなジャーナリストがねそんなことを言ってだってねだって 逮捕されなかった人に対して本当は罪人だって言うんですからこれ根拠な,かなきゃだめですよねえそれ何の根拠があるんですかって聞いたんですねそしたら上杉さんはもう全力で必死で話題そらしまくるんですよ、えー、ああこれ根拠ないんだなってすぐ分かりあだってもう最初から根拠ないって分かってますけどねもう全力で話題そらすんですよね ああ話題そらすのやめましょうといやいろんななんかもう全然違うこと言ってくんですいやそんなこと聞いてないと根拠はあるんですかって聞いてんですよ根拠を示してくださいって言ってるんですよだいたいね根拠なく<え>無罪の人をね罪人だってわけですからそれ絶対根拠なきゃいけないんですよ根拠なくてそんなこと言ったら当然名誉毀損ですからねええー まあよくね、ほら、名誉毀損だから、訴えればいいじゃないかって言ってるんですけど、いや、それは私の父が決めることですから、私は訴えられませんよ。名誉毀損は私の父ですからね。まあ、父がそれに対してわざわざ名誉毀損訴訟をするかどうかわかりません。多分しないと思いますけど、私、私、訴えられません。当人じゃないからね。はい。でそしたらえ、もう全力でね、あのー、話題をそらすんですよね。で、それをするために、いやいや、 そんなこと聞いてません根拠を示してくださいと言ってるんです、ねえまあ、それをだから彼僕がね 1, 1個言うと彼が2つ3つ4つつぶやくわけですよ私全部に対していや違うそうじゃなくてこれを聞いてますいや話そらさないでこれを聞いてますそんなこと聞いてないジャーナリストなんだから、ね、主張の根拠を問われたらね言わなきゃだめですよ、ね、えまず根拠があるかないかね えあるんだったらどういうい、まあ、例えばね、えー、取材源の秘匿っていうんだったら実、ね、これこれこういう人から、まあ、こういう話を聞いたんだと、えーまあ、名前を伏せといてもいいですわでたも,もしくはあの領収書を見たんだとかもしくは振り込み、ね、を見たんだとか何、えー、かお金を渡したなんかあね根拠がなきゃいけないんですよいや何を見たんですかって話ですから。 はいえー、ではそれを一般の人がえや、ー、もらってるんじゃないよとか言うならともかく少なくともまあまあまあそれなりに知られているジャーナリストですからね、はい、影響力あるかどうかしませんがそれなりに知られているジャーナリストですからだからいやいやちょっと待って、えー、根拠はなんですかって聞いてるんですよ、えー、普通だったらだって私してますから根拠ないんだからごめんなさいちょっとえあの根拠ないこと言っちゃいました 言ったらそれでああ分かりましたもうこれから言わないでね終わる話ですよ、えー、いやあるんだったら出しゃいいんですよまい、あ、ったらやっぱ親父漏らせたのかって僕がごめんなさいといやつ父は罪人でしたねって言ったら謝るっていうねええ贈答の話ですよところが必死で話題をそらすんですよねええー、で私はもういろいろ書きましたよええー、ジャーナリストとして根拠問われてね逃げ回るって めっっっちゃかっこ悪いぜって話をガンガンンししました。えー、それからねそしたらあの彼はあの「武田さんに絡まれてる」っていうタイトルの YouTube 画像かなんか上げて「いや <laughs> 根拠聞かれて絡まれてる」っていきなりそこで被害者ポジションを作っちゃうわけですよ。うん やばくないっすかそれ <laughs> まあ例えばもう一切相手にしないとかだったら一つの方法ですけど一生懸命リプライするんですよええー、それで最後武田に絡まれてるいやいや言わしてもらったら武田家に絡んでんのはあんただろって話ですからで向こうは加害者こっちは被害者なんですよところがいきなり武田に絡まれてるっそこでいきなり被害者ポジション取るのかとやばいなとだって ジャーナリストが根拠を聞かれて「被害者です」ってやばくないですかそれはめっちゃかっこ悪いよねええー、だからもうね上杉さんもやめましょうそういうのだから結局ねあの彼はスパで原稿を書いたわけですよそれがね武田に逮捕が迫ってるっていう内容だったんですねそれが出た直後に捜査終了で武田さん逮捕なりませんでしたってなっちゃったから まあなんかちょっとなんていうのかな収まりが効かなくなっちゃったんじゃないついに武田逮捕かーって書いて出た途端にそうなっちゃったからだからなんかいやいや裏付け取れてたんだけどねみたいに言わないと収まりがつかなくなったんじゃないかな多分これが真実だと思いますよええまもなく逮捕ねまもなくって言った途端だからねかっこ悪いじゃないですか直後に 逮捕ありませんでしたなっちゃってええーみたいななんか一言言わないと収まんなかったんでしょうね、えー、だからいや裏付け取れてたんだけどええー、か記者クラブがねじ曲げてどうのな,なんでそこで記者クラブのせいになるのかわかりませんですけどね裏付け取れてんのにってだから引っ込みがつかなかったんじゃないええー、でもジャーナリストだったら事実に基づかない主張は ダメよいくらね、えー、引っ込みがつかなくても「すいませんでした」でいい話じゃないですかねでなんか「自分の番組出てくれ」ってあれ聞いたこともない番組だったけどねいやびっくりしたのよ彼がなんか番組出てくれって言うからフェアな場だって言うから念のため見てみたんですそしたらあの直近の上がってるやつがバーってあって「 三百何十、四百何十、五百何十って書いてあるから、あ、これ毎回三十万とか四十万とか、すげえなんかバズってんなーと思ったら、K がついてなかったのよ。三百 <laughs> 回とかしか回ってなくて、えー、もうびっくりもうビックしも最初ね、三百、四百、五百だー並んでるから、もう全部三十万、四十万、五十万かと思って、いや、なんでこんな盛り上がってる番組知らなかったーと思ってたら、<laughs> <laughs> あれ K って千っていう意味ですからね。 キロですからそう経がついてなかったのよいやいやもうちょっと回っても良さそうだけどね <laughs> いやちょっともう,もうび,びっくりしちゃったですよねはい。まあとにかくですね、えー、で番組出てくるってわけですそっちがフェアだったわけですえどこがフェアなんですかねいや討論しましょういや別に私討論なんか求めてないですよこっちは文句言ってんだから それ根拠あんのかって。あんなら出せと。出せなかったら名誉毀損だって言ってるだけですからね。なんで討論討論じゃないんですよ。こっちは不満をぶちまけてるんですよ。嘘つきって言ってるんですから。え、ジャーナリストのくせに嘘つくなって言ってるんだから。嘘つき嘘つきって言ってるんだから。<laughs> 討論とかじゃないんですよ。<laughs> いやー、ねえ。 いやなんか言い返したいんだったらどうぞ来てくれれば何でも言ってもらって構いませんからねええー、<laughs> そうですで私彼がつぶやくたんびに全部打ち返していったんですよそしたらついに彼黙りましたね <laughs> 僕は知ってんだから事実をねどっちかなあだったらね父が言ってんのが正しいのか上杉さんが言ってんのかどっちかなあとなんだけど私答え知ってるわけだから <laughs> 証拠あんなら出してくださいってまあ意地悪です証拠なんかないんだから <laughs> それを知ったして出してくださいっていうのもちょっと意地悪ですけどねええー、というわけですまあ根拠なき主張をするぐらいだったらもうジャーナリストやめた方がいいんじゃないですかええー、まあ私からのメッセージは筆を折りなさいということです こんなもんでよろしいですかね。はい。別の、何も新しいもないんですけど。<laughs> まあ、ツイッター見てくださいね。はい。